川崎でんでけ林というね、ちょっとかなり祭り林によったお囃子でしたけれども、次はだいぶ雰囲気が変わりましてね、奈良県の田楽座の、支援者の皆さんのために作った曲でございます。土地柄というものが祭りにもございますように、曲にもやっぱりその土地土地の雰囲気や音色がございます。そんな、空気が伝われば幸いでございます。それでは松陰高校和太鼓部2年生と田楽座によりますコラボレーション演奏、道悠久と書いて道ゆく。
はい、ありがとうございました。道に行くという曲をまずは2年生と一緒に合同演奏させていただきました。さて、次はですね、この松蔭高校和太鼓部を代表してね、お一人の方にちょっとお話を、聞いてみたいなと思いますので、はい、じゃあどこにいるかな、さすみかん、はい、はい、お願いします。はい、真ん中までどうぞどうぞ。はい、今日はね、多分僕より圧倒的に有名人じゃないですか。あ、まあそうですね、今日、そうですね、素直なところが素晴らしいですね。嘘つけないんですか、すいません。今日ね、あと少しでもう合同のコンサートがいよいよ終わってしまうんですけども、ね、はい、ちょっと振り返って昨日からの2日間どうですかね。あ、まあ本当にね、まあ、僕たちはもちろん、まあ、3年生は最後ですし、はい、1年生はもうこれから、ね、まあ、バトンを渡していくというか、はい、これから私たちがやっていくぞっていうところなんですけど、まあというよりは僕個人としては、正直、まあ松蔭がというよりは田楽座さんがちょっと、まあ、すごすぎて、申し訳ないね。もうここからはもう、もう完全にここからはもう、松蔭生というよりは、完全に田楽座さんのファンという、もう素人の状態になってしまうんで、僕、すみません。もうなんかあれですね、前にすると思う。ジャニーズみたいなね。ああ、アイドルの方がその後ろで大勢で、もう、みんなに踊ってもらうなんて、はい、そんな贅沢を、私にやりたい。とんでもないです。ございます。やらせてもらうだけでも全然ありがたいですから、もう、ファンで、ファンで。まあ、僕だけじゃないんですけどね、松蔭生は結構、ほぼほぼはもう田楽座さんといえば、ありがとうございます。いやいや、とんでもないですけども、本当なんです、これ以上ね、お互いこう褒め殺しみたいな、まあちょっとね、恥ずかしいですけど、はい、その気持ちを演奏で届けていきましょう。はい、はいはい、じゃあ3年生と一緒にやる曲名はタイトルは、はい、海の太鼓というタイトルで、これも田楽座さんの曲でやらさせていただきます。一生懸命覚えました。はい、それでは3年生とのコラボレーション演奏でございます。海の太鼓です。
中山陽介と申します。実はですね、私愛知県一宮市出身でございまして、名古屋市内の大学でですね、日本の踊りを踊る学生サークルを大学時代はやっておりました。その時にですね、そのサークルのだいぶ OB になるんですけどね、10歳ぐらい年は離れてたと思うんですが、すごくその方と僕と意気投合しましてね、いろいろ深い話をする中にあった先輩がいらっしゃいます。で、その先輩が今日この会場にいらっしゃいますのでね、ちょっとここで呼んでみたいと思います。奥村学さん。はーい、ありがとうございます。皆さん、ご来場どうもありがとうございます。奥村でございます。はい、実はね、同じサークルの大先輩ということでね。そうですね、はい、そんな話を始めると、はい、今日もだいぶ伸びてしまいますので、はい、いつかまた、はい、インスタライブで長々とやりましょう。インスタライブとかわかりませんけど、ね、はい、はい、デングルさんが来年で60年ですか。そうですね、60年、2024年ですね、はい、60年迎えます。じゃあ私はデングルさんの1歳年上なんですよ。おお、はい、ゆる年だけ30歳ぐらい上の先輩ですね。あ、そうなんですか。僕、はい、なんでそんな先輩だったんですか。なんか夜な電話で3時間ぐらいで足が固めましたよね。はい、もうその話はやめましょう。はい、はい、はい、うん、そうですね、もう松蔭高校もね、35年ということでおめでとうございます。ありがとうございます。はい、私が関わったのは11年ぐらいなんですけど、まあ、まさかここまでできるようになるとは本当に思っておりなくて、はい、OB の皆さんの本当にね、何でこの後やらされるんだっていうね、積み重ねだとか、保護者の方のご支援とかがあって、はい、ここまで来れたと本当に思ってます。支援ですけれども、はい、郷土芸能ってはっきり言って、その部外者とかね、若い世代はなんでこんな風になってるんだろうって謎のことがちょっと多いですよね。うん、ですね、はい、そこも語るとすると長くなるんですけど、はい、大学時代その民部の参加やってたじゃないですか。はいはいはい、でそこはなかなかね、正直保護者の方にご理解いただけなかったんですよ。ああ、これは素晴らしいね、うん、で自分の中でそれは結構トラウマで、なるほど、やっぱりこの和太鼓っていう日本の芸能と呼ばれるものをやるときには、保護者の方はね、私よりも今ではだいぶ年下になりましたけど、保護者の方にこう、あ、これはいいね、また見たいねって言ってもらえるような中身にしたいと思ったんですね。だからちょっと過剰に、ちょっと凌介君に見せられないような過剰にショーアップしたものもありますけれど、まあ、そうやって私よりもちょっと下の世代の方の保護者に喜ばれるように見ていただきたいという思いでやってまいりました。はい、私たち全学座もね、やっぱりある程度噛み砕いて未来の世代にも伝わるようにしていくことは大事だなと思いつつ、やっぱり古い時代から伝えられてきたものの、ね、魅力を完全に消してしまうのも残念だなと、なんとかそれを両立したいなってこだわりで、松蔭の演奏を見るのは、ね、本当に素晴らしいなと思います。ありがとうございます。先ほどの祈りという作品はですね、郷土芸能と郷土芸能部門なんですけど、郷土芸能の打法の太鼓をやってるとかはほとんどないんですね。でそういう太鼓に出すとどうなんだという、まあ、いわばちょっといたずら心で出したら、ちょっとこう最優秀まで行ってしまったという。いやー、いたずら心で、はいはい、最優秀賞ですね。ありがとうございます。確かに、ね、そういうね、遊び心とか楽しい気持ちをね、大切に演奏していきたいし、はい、皆さんにもそういうことをどんどん伝えていきたいなと私たちも思っております。はい、よろしくお願いします。じゃあ最後の、演奏です。3年生の皆さんともう一曲、田楽座のオリジナル曲の中で最も演奏人口が多いんじゃないかなというふうに思っております、海のお囃子です。
最高でありがとうございます。本日は舞台晴れの日にご来場いただき誠にありがとうございます。ありがとうございます。この晴れの日というタイトルの晴れという言葉には特別な日という意味が込められています。皆様にとって今日がいつもとは違う特別な一日となっていただけたらなと思っております。晴れ晴れしいところで劇場を後にしてくれたら幸いです。アンコールをいただけたということで、あともう一曲お送りして終わりたいと思います。最後までよろしくお願いします。僕たち松陰高校和太鼓部はですね、7月の末に鹿児島県の奄美大島という遠い場所で開かれた全国大会でなんと最優秀賞をいただくことができました。それもそれも僕たちの力だけでは絶対に成し得なくて、愛知県からわざわざ応援に来てくださった方だとか、全然知らない方なのに応援してくれた現地の方だったりとか、あとはメールとかで応援してくれた友達だとか、太鼓を奄美大島まで運んでくれた業者のトラックだとか、いろんな人に支えられてここまで来れたと思っております。僕たち3年生にとっては今日が最後の舞台公演となっております。今すごく眩しいスポットライトを浴びているんですけれども、僕たちがこう輝き、舞台に立って輝ける時間も今日が最後、あと1曲で終わりということで、とても物悲しい気持ちはするんですけれども、地道に2年半部活をやってきて悔いなく最後まで駆け抜けてきたと自信を持って言えるので、あともう1曲元気いっぱいに演奏して有終の美を飾りたいと思います。次の曲が終わったら、僕たちはこう今は照明を浴びて輝いているわけですけれど、ただのそこら辺にいる高校生に戻ってしまうわけで、なんというか僕たちもただの高校生なので、舞台から、あ、お客さん側ですね、お客さん側から舞台を見ていると、なんか客席と舞台のこの間に透明な壁みたいなものが感じると思うんですけれども、その壁を取っ払って次の曲は皆さん手拍子で盛り上げていただけたらなと思います。舞台は生ものという言葉がありますが、本当にその通りで、ただ僕たちが演奏をするっていうだけではなくて、その演奏を見て皆さんが熱気で応えるというか、その会場の空気感というのは、お客さんの数だとか人柄だとか、いろんな毎回条件が変わってきて、その時その日でしかやれない演奏だと思っております。こんなにも多くのお客さんの前で演奏するというのは、2年半部活をやってきた中でも一番なんじゃないかって思うくらい、今日はたくさんのお客さんにお越しいただけたので、皆さんでこの大人数で僕たちの一体となって盛り上がって最後の曲楽しんで終わってたらいいなと思っております。最後までよろしくお願いします。ありがとうございます。それでは準備ができたと思うので、ちょっと一度聞いてみましょうか。皆さん準備はできましたか？ということで、やる気満々なようなので、最後一曲披露して終わりたいと思います。今日は本当にどうもありがとうございました。
Thank you.